the person in the middle of this painting. It is commonly explained as Mother Mary, but this person is not Mother Mary. This person is Nergal, the son of Enlil, who eats human children. Leonardo da Vinci painted the same person in one of his paintings, and the painting is now called Mona Lisa. Mona Lisa in the painting, titled Mona Lisa, is Nergal. Then, who is the person standing behind him, holding a child in his hand? It is commonly explained as John the Baptist, but this person is not John the Baptist. This person is the worst traitor, Judah the traitor. And this picture is that Judah the traitor handing the food child to Nergal. In this video, I, Hiroshi Hayashi, prove these facts one by one with evidence. However, in other words, Michelangelo Buonarroti himself received this painting from God and handed it to humans without knowing what it is. Even in this tiny painting, a huge mystery was hidden that would turn the history of human beings upside down. First of all, let me prove that the bald man shown here is not John the Baptist, but Judah the traitor. この絵の中に書かれている中央の人物は誰なのでしょうか。一般にはマダーメアリーと説明されていますが、この人物はマダーメアリーではありません。この人物は人間の子供を食べるエンリルの息子のネルガルです。ダヴィンチが同じ人物を自分の絵画の中に描いています。そしてその絵は現在、モナリザと呼ばれています。つまり、ダヴィンチの描いたモナリザと題されたその絵の中のモナリザと言われている人物はネルガルだったのです。では、その後ろに立ち、子供を手に持っている人物は誰なのでしょうか。一般にはバプティストのヨハネと説明されていますが、この人物はバプティストのヨハネではありません。この人物は最悪の裏切り者のユダです。そしてこの絵は裏切り者のユダが餌としての子供をネルガルに手渡しているところということになります。手渡しているのです。子供を受け取っているのではありません。手をよく見てください。で、この動画の中ではこうした事実を一つずつ証拠を添えて皆さんに証明します。が、言い換えると、ミケランジェロ・バナノティ自身も、この絵が何であるか知らないまま、この絵を神から受け取り、人間に手渡していたということになります。この絵の中にも、人間の歴史そのものをひっくり返すような巨大な謎が隠されていました。まずはじめに、ここに書かれている頭のハゲた男がバプティストのヨハネではないことを証明します。広志林、MMS City, Japan, December the 19th, 2022。
今ご覧いただいているこの動画はですね、前作4139-01の続きです。長い動画ということもあるのかなと思うんですけども、途中で途切れていましたので、後半部をここに皆さんに見ていただきます。その前にですね、前作の要するにあらすじをですね、皆さんに説明したいと思います。中世においてはですね、人身組というのが盛んになされていたようですね。その一つがですね、今左にご覧いただいている、聖家族と題されたミケランジェロの絵ということになります。で、この絵はですね、一般にはですね、中央に座っているのが、マザーメアリ、そして後ろに座っているのがバプティストのヨハネ、立っているのがですね、というふうに説明されていますけども、後ろに立っているのは、これはバプティストのヨハネではなくてですね、裏切り者のユダということになります。で、この同じような絵をですね、構図の絵をですね、ルカ・シノレリが描いています。では、この絵は何かというとですね、中央に座っているのがネルガルです。で、後ろにいるのが裏切り者のユダですよね。で、この裏切り者のユダがですね、人間の子供を餌としての子供をですね、中央のネルガルに与えている。ということになります。つまり聖母ではないということですね。腕をよく見ていただくと分かりますように、一般に説明されているようにですね、聖母が赤子をですね、後ろのバプテスのヨハネに渡している絵ではないということです。もしそうであるならばですね、聖母マリアはですね、子供の、体をですね、このような持ち方はしないということですね。で、そのバプテスのヨハネってはないという、まず証明からしますけども、左にいるのがバプティストのヨハネです。その証拠がですね、シティセンの礼拝堂の天井が残っているということですよね。今、赤くと囲った部分が、シティセンの礼拝堂に残っているバプティストのヨハネということになるわけですけども、一応この人物は首を切られたということになってますけども、この人物は首を切られていません。鼻の穴がちゃんと表現されています。そして首をはねられた人間がですね、右腕を高く上げることはできないわけです。そのバプティストのヨハネの足とですね、左の住まい層の中に描かれている赤い衣服を着た人物の足を比較してみてください。全く同じで。ということは、左の人物が、これがバプティストのヨハネです。つまり、先ほどお見せしました、頭のハゲた人間はですね、バプティストのヨハネというふうに説明されていますけれども、バプティストのヨハネではなくて、裏切り者のユダということなんですよね。その裏切り者のユダの証明は大変難しいです。それを、この後半の部分で皆さんに説明したいと思いますけれども、頭のハゲている点に注意してください。でもう一度、システム礼拝堂の天井画を見ていただきたいんですけれども、じゃあ、この生首は誰のものかというと、向かって左の人物のものであるということになります。右の人物には一見頭がないように見えますけども、頭がちゃんとあるということですね。繰り返しになりますけども、鼻の穴と鼻がですね、このように表現されています。ただし、この絵を検証なさるときはですね、皆さんがですよ、修復前の絵で見てください。修復後、最近修復されましたけども、見るとですね、下の、いわゆる縞模様とですね、一体化していてですね、いわゆる画材の割れ目模様と一体していてですね、これも人工的に描かれた割れ目なんですけども、いわゆると一体していて大変わかりにくくなっています。ですから、左の人物、赤い服を着た人物が、これがバプティストのヨハネだということです。じゃあ、その後ろに立って頭のはげた男は誰かというと、これが裏切り者のユダということになります。相当な悪党だったということになります。人肉をですね、料理している様子がですね、シノレッティ、ラファエロ、そしてミケランジェロの3人によって表現されています。それについてはこれから説明しますけども、じゃあこの今、この赤い人物ですね、赤い服を着た人物は誰かというとですね、つまりはネルガルということになるわけです。右の人物、今、シノレッティの絵の中の赤い服を着た人物、私は当初はですね、イナナ・マリアだと判断しましたけども、ネルガルです。で、この様子に騙されちゃダメなんですよね。つまり一見すると女性のように見えますよね。しかし男性なんですよね。で、その聖家族と左の上の小さく枠に入ってますけども、聖家族の絵の中に表現されている中央の人物も一見すると女性なんですけども男性だということで、その証拠がですね、周りに立っている、小さく描かれてますけども人物を表現見てください。皆顔がですね、すべて女性っぽいんですよね。胸もあります。しかし、いわゆるついているものはついているということですね。ピーナスがついているということです。すなわち、この、後ろの絵を通してですね、何人か立ってますね。1、2、3、4、4、5人立ってますよね。その絵を通してですね、ここに描かれているのは、女性でありませんよ。男性ですよ。男性ですよ。男性ですよ。ということを教えているということになります。で、右がですね、ルカシニョリンの絵ですけども、この白リンの、その絵を見ていただきたいんですけども、頭蓋骨がゴロゴロしてます。一般的にはですね、子供を人身組みに使った場合ではですね、グルジア、今の現在のジョージアにもそんなに残ってるわけですけども、子供を食べる場合にはですね、首と体を切り離すんですよね。現在に今でもですね、ヨーロッパ、いわゆる
なんて言いますかね、まあ、牧畜民族たちはですね、まあ、自分の牛や羊を切って食べるわけですけども、その時も首は取りますね。要するにそれと同じ習慣が、その時代にもあってですね、首と体を切り離すということですね。すなわち、人身釘に当てられた子供というのはですね、首と体が切り離されているということです。じゃあ首はどうなっているかというと、ゴロゴロと転がっているということになります。その様子を表したのがですね、実は私たちがよく知っている、あのモナリザの絵ということになります。レオナルド・ダ・ヴィンチの描いたあのモナリザの絵ということになります。あの右下にはですね、犬が描かれています。犬がですね、人間の頭蓋骨を口に加えています。それも別のところで証明しましたから、どうかそちらをご覧になってください。つまり、モナリザって言われているのはネルガルであり、そのネルガルは人間の子供を食べていた。残りカスの子供の骨をですね、犬が食べているということを表したということになります。それが人間の子供の頭である、頭蓋骨であるということはですね、いわゆるセント・ジェロームの絵ですね。ダ・ヴィンチが描いたと言われているセント・ジェロームの絵の下にですね、2人、3人のですね、子供たちがの頭蓋骨が描かれています。注意深くご覧ください。そして、セント・ジェロームの胸にはですね、いわゆる人身釘で犠牲になった子供の様子が描かれていますということですね。で、まあ、そうした人身釘というのは古代よりなされているということです。左が日本の埴輪です。まあ、人間の子供を抱いているということなんですね。イナナマリアも皆人間の子供を食べていたということになりますね。で、それを胸に抱いているということになります。まあ、この中央は私は当初はイナナマリアだと思ったんですけども、まあ、服装からですね、その左の上の人物の服装と一致するというところからですね、現在はネルガルで判断しています。つまり、このネルガルがですね、あのモナリザの正体だということになるわけです。つまり、あのモナリザという、まあ、ダヴィンチの描いたモナリザという絵はですね、ネルガルを描いているということで、その証拠にあの絵の中にはサソリ、ヘビ、ヒヌの3点ペットが書かれているということになります。そのサソリ、ヘビ、犬はですね、つまりはネルガルの火星の神、ネルガルの3点ペットということになります。こうしてそのモナリザとネルガルがつながる。そしてネルガルがですね、人間の子供を食べていたということからですね、シノルカシノレジのあの絵の、今先ほどお見せしました生首、あるいは頭蓋骨がゴロゴロ転がっているその絵はですね、つまりは人身釘の犠牲となった子供たちの様子ということになるわけです。それをまあこうして、説明しています。で、人身釘といいますかね、要するにその、まあ、そうした、なんて言いますか、血生臭い生産になっていますかね、そういう習慣というのはユダヤ教の遠い昔から、まあ、伝統的に、まあ、リチュアルにですね、宗教儀式としてなされてきたということになります。聖書の中にもありますね、人の子に肉を食べ、またその血を飲まなければあなた方には、まあ、命はないということはですね、この人の子というのはイエスのことを言ってるんだと言いますけども、英語の方ではちゃんと man となってますね、人と書いてあります。イエスとは書いてありません。まあ、そういう形で、まあ、その人身釘というのはなされ、その一つがですね、こうしたその割礼の儀式にも残っているということですね。いわゆるまあ、割礼した後ですね、その、いわゆるその司教たちがですね、赤子の血を飲んでいるということなんですね。で、まあ、こちょうど、ちょうど出てますけど、ネルガルがですね、いわゆるその三点ペットであることを皆さんに説明しています。このモナリザの絵の中にはですね、火星の風景がこのように正確に描かれていると同時にですね、サソリ、ヘビ、犬が描かれている。すなわち、モナリザと言われているその人物の正体はですね、いろいろ言われてますけども、それ、まあ、どうでもいい説ですけども、この正体は、つまりはネルガルということになるわけです。その証拠に、51という数字が描かれています。火星を意味します。で、モナリザというのは、マーズ・アイオン、すなわち、火星の神のアナグラムです。で、ここには犬、サソリ、ヘビ、犬が書かれています。で、今このモナリザの絵の背景にはですね、飼って水がありし頃の火星の風景が書かれているということを説明しています。ヤングモナリザの方が分かりやすいですね。これがヤングモナリザの方の絵の背景ですけども、やはり右がヤングモナリザの絵の背景、右がですね、スピッツローバーですね、が火星から送ってきた写真です。私の方で一切着色とかそういうことはしていません。まあ、要するに、こういう形でモナリザと火星とつながり、火星とネルガルとつながり、ネルガルのマダロナは火星の神、すなわちマーズ・アイオン、すなわちモナリザという名前のアナグラムになっているということです。すなわちモナリザというのはマーズ・アイオン、すなわちネルガルのアナグラムであったということで、モナリザが誰かという結論が出たということになります。で、ついでですけど、シノレイとダヴィンチは一人二役の同一の画家でした。その証拠にですね、鼻の長さと、それだけは違ってですね、大きさが違って、ひげが違って、あとは全く同じです。ただし、シノレイの方が7歳年上でしたから、目尻のシワ、あるいは、上まぶたのたるみなどにですね、その年齢差が表現されています。まあ、こうしてですね、ルカ・シノレイの描いた絵のコンセプトと、レオナ
ナルド・ダ・ヴィンチの描いた絵のコンセプトが同じという理由がここで分かってくるわけです。すなわち、ダ・ヴィンチなる画家は存在しなかったという一つの証拠にもなっていくわけですけどもね、鼻の長さと大きさを描いて、あと髭が違ってですね、あと全く同じです。ということは、ルカシネルイコールレオナルド・ダ・ヴィンチということになりまして、レオナルド・ダ・ヴィンチは存在すらしていなかったということになってくるわけです。髭もじゃもじゃもなの顔もですね、まあ何度も説明してますけども、あれはカインの顔に髭をつけた顔だということですね。すなわち、レオナルド・ダ・ヴィンチは存在してなかったということなんです。から左のですね、ちょうど中央を置きましたけども、ルカシノリの絵とですね、右のダ・ヴィンチの描いたイエスの洗礼の中の絵の、まあ、表現の仕方が全く同じだということです。ここに描かれているのは子供犠牲人身訓練のですね、いわゆるまあ餌になった子供の、犠牲となった子供の様子だということです。これは、ルカシネリの描いた頭蓋骨です。前にいる大人のカエルもはるかに小さいですね。つまり、子供の頭蓋骨だということです。下の方は、まあ、もっと露骨にですね、人間の生首がゴロゴロと転がっています。つまり、この絵はですね、今ちょうど生活族と言われてますけども、中央に座っているのが、ネルカルであるということになります。胸が大きいから、あれ胸がっぽいものがあるから、女性と判断していく。その証拠は先ほど言いましたように、周りの人たち見ていただくと分かります。みんな女性の体をしているんですけども、ついているものがついている、なんか男だということをこのように間接的な形で、まあそのまあ、ミケランジェロという画家が描いたわけじゃないんですけどね、その世の神は私たちに伝言として残したということになります。まあ、こうしてですね、いろんな証拠を重ねていくとですね、つまりは、まあ、その向こうにですね、神が人間に教えた、そのつまりはメッセージというものを読み取ることができるということですね。そして左上がですね、775027、キリストというのは聖書でいうところの会員ですよということですね。そして右上はですね、これは瀕死の奴隷、あるいは反抗的な奴隷もそうですけども、みんなこれはシャマーシュエースを表現したものだということですね。胸の帯をでガーッと締め上げて、そして血流を止めて、徐々に人を殺すという極めて残忍な拷問だったということですね。それこれはその様子も荒らしたピエダ像も残っています。ということでですね、前作を大急ぎ出てますか、早口で説明しましたけれども、続く動画の中ではですね、さらにその、まあ、続くと言いますか、その裏切り者のユダであることを証明してですね、最初に皆さんにお見せしました聖家族の、つまりはその絵がですね、一般に言われているようにですね、中央に、その、いわゆるその、まあ、座っているマリアというふうに言われていますね。そしてその後ろから、バプティストのヨハネがですね、子供を、その、なんて言いますか、に預けている絵だというふうに説明されていますけれども、それはもう全然当てはまらないということになるわけですね。むしろ逆、後ろの、いわゆる裏切り者のユダがですね、餌としての子供を、下のですね、いわゆるネルガル、いわゆる子供の肉を食べていたユダ、ネルガルに与えていたということになります。先に今ご覧いただいている絵をもう一度見ていただきたいと思うんですけども、左上、これは埋葬の中の裏切り者のユダです。そして右にですね、ノアの顔が描かれています。このノアはですね、つまりユダであることを示しています。ミンケランジョの左下を見て、右下を見てください。鉄板の上に髪の毛が伸びてますね。そして髪の毛と一体化してますね。つまりこのはですね、隠し騙しなんですね。つまりこの人物、頭の剥げた男はですね、人間を料理しているということをこのような形で間接的に示したということになります。同じ絵をですね、ラファエロが描いています。このラファエロの絵と2枚の絵がですね、一つのまあ紙芝居のようにつながっている点にも注意してください。つまりここに描かれている人物たちはですね、これは一応ノアということになってますけど、ノアに見せかけた、つまりは裏切り切り物に言うたということになるわけです。この人物がですね、人間の肉を料理しているわけです。それと全く同じ絵をですね、ラファエロが描いているということです。人肉を料理しています。で、そのことをですね、この続く動画の中でさらに詳しく説明すると思いますけども、まさに恐ろしい、驚しい絵ということになるわけです。つまりですね、このような形で、それとも煙に、ラファエル氏の霊はですね、煙を描いてますから、その煙の中に、いわゆる恐ろしい、その人肉を料理している様が表現されています。また、釜茹での刑を受けてですね、釜の中から手と足が出ているということですね。それから、フリギジア帽が描かれてますから、おそらくミタル教徒をですね、捕まえて、そのような料理をしたということになります。では、続く動画をどうかご覧になってください。Bye for now.
でボッテチェリの絵にもちょっと注意していただきたいと思うんですけども、ボッテチェリもですね、先ほど言いましたように同じような絵を描いています。あとで少し、まあ、紹介すると思いますけども、ラファエロの絵も全く同じ構図で描かれています。同じ構図ということになりますけどね、もう一回繰り返しになるかもしれません。この動画そのものはですね、古い動画でして、かなり以前に作ったものです。でこの窯の中を見ていただきたいんですけども、まあ、両手両足が出ていると私は判断しています。まあ、つまり人間を料理しているということですね。はい、まあ、こういう形で拷問した後、まあ、人間を窯ゆでにしたということですけども、ここにまあ緑のラインで囲ったのが手ではないかと思います。そして黄色いラインが足ではないかと思います。そこに赤い部分にどうやら頭らしくものが表現されているということです。はっきり分かりませんけれども、逆に考えますとね、はっきりと書きすぎるのも、まあ、できなかったって、書きすぎることもね、できなかったということではないでしょうか。で、まあ、こうした絵がですね、表現されている。そしてその上から白い蒸気が立ち上り、そこにはフリギア棒が描かれ、周りの人たちは、まあ、その空の方を見上げて驚いているという雰囲気のに仕上がって、この絵ができているということになります。で彼らは何を料理していたかということなんですけどもね、つまりこういう形でですね、一見するとノアと3人の息子がですね、まあ、舞台構図を助かったことを、まあ、お礼にしてですね、あるいはそれそこまで深く考える必要はないかもしれませんけど、一般的にはそのように考えられてますよね。そして、まあ、料理を捧げているということになりますけども、まあ、要するにノアに見せかけた、あるいはもっと言えばですね、もうちょっと幅を広くすればですね、神に捧げる料理物を料理している絵に見せかけながら、その実この絵はですね、大変恐ろしいものであることを示しているということになります。まあ、これフリギア棒ではないかということになるわけですけども、はっきりしません。しかし私はフリギア棒であると判断しました。で同じような構図の絵をですね、ミケランジェロがシスティーナ礼拝堂の天井画の中に描いているということですね。でこれがラファエロの同じ構図で描かれた絵です。このラファエロの絵とですね、先ほどのミケランジェロの、まあ、ノアと3人の息子、神への捧げ物を料理している絵はですね、一連性を持っています。まあ、ちょうどね、紙芝居のようにつながっているということです。ボッテシェリの絵ですね。そのラファエロの絵もですね、やはりそれを料理している、まあ、ノアらしき人物がですね、驚いて後ろに、まあ、体を反らしてますね。つまりその煙の中に何か奇妙なものが描かれています。この絵は割と分かりやすいですから、よく見てください。白い煙の中に化け物のようなものが表現されています。目と鼻と口が描かれていますね。まあ、これがですね、煙となって空に立ち上った、それを見てノアがですね、驚いて得ていることになります。一連性を持っているというのはですね、羊の料理の仕方などを見て判断しました。まあ、一方はですね、羊の首を切っている、一方はという絵なんですよね。でこの、システィーナ礼拝堂のミケランジェロの描いた絵もですね、どうやら天井の方に何かが描かれていた様子なんですけども、まあ、修復後の絵しか手に入りませんでしたけども、まあ、何か修復されてしまっている可能性もあるということですね。ひょっとしたらここにはですね、もっと恐ろしいものが描かれていたのではないかと私は思います。まあ、ともかくもそのノアと3人の息子、神への捧げ物を作っても料理している絵はそういう絵だということですね。でその中に、まあ、そのいわゆる恐ろしい人物、極悪人という、ね、英語の中では言いましたけども、極悪人が表現されているということですね。じゃあその極悪人は誰かということになりますけども、消去法で考えていくとですね、つまりは、まあ、いわゆるユダしかいないということになるわけです。イエスの周辺にはですね、そのほどまでに、まあ、そのいわゆる、ね、裏切り者というふうに決めつけて、まあ、いわゆる、ね、イエス自身が、まあ、その攻めている人物といえばですね、ユダしかいないということで、私はユダではないかと考えています。で結論ということになります。でもう一度神聖な礼拝堂の天井に描かれました、まあ、ノアとですね、まあ、左の絵と比べてみてください。コンセプトが同じということですね。つまりこのような形で、まあ、ラファエルにしてもですね、ミケランジェロにしてもですね、ノアに見せかけて実は別の人物を描いていたというふうに考えることはですね、それほど間違っていないと思います。でほぼ同じ時期の画家であったということですね。となるとこの人物は誰かということになるわけですけども、一応ノアに見せかけた別の人物、すなわち消去法で考えてユダしかいないということになるわけです。
まあ、これだけでもこれだけですとね、まだ根拠が、まあ、軟弱と言いますか薄弱ですけども、しかし、まあ、消去法で考えていくとですね、ここに描かれているこの人物は、まあ、極悪人のね、裏切り者のユダということになるのではないでしょうか。あるいはそれ以外に誰が考えられるかということなんですよね。そのユダと思われる、私がそう判断した人物が、つまりは、ミケランジェロの、埋葬の絵の中に描かれているということになります。まあ、中央の人物とですね、埋葬の絵の中に描かれている人物が顔が一致しているということですね。パーフェクトに一致しているわけではありませんけれども、細かいところを見ていくと違いがないという点で一致しているということになります。最後にもう一度埋葬の絵をご覧いただきます。でここに描かれている今赤枠をつけた人物ですけれども、私は裏切り者のユダと判断しました。まあ、それほどまでに極悪人であったがゆえにですね、イエス・キリストもそのユダを許せなかったということになるのではないでしょうか。でもう一度顔を比較していただいてこの動画を終わります。ここに描かれているのは今の段階では私林浩司は裏切り者のユダと判断しました。鼻がですねややこう左寄りになっている点、から眉毛の形はもうパーフェクトに一致しますね。それから鼻がぐにゃっと曲がっている点、鼻の表現の仕方などがですね、要するに違いがないという点で私は同一人物と判断しました。まあ、結論的に言えばですね、 左はですね裏切り者のユダ、右はですねノアに見せかけた実は裏切り者のユダを表現しているということですね。その極悪性はですね、人間をまあ鉄板の上で焼いているというその行為の中に私たちは今知ることができるということです。モナリザスDog that eats a human child skull. 人間の子供の頭蓋骨を食べるモナリザの犬。If I say here that Mona Lisa depicts a dog eating a human child, you would definitely say, Is there such a silly story
It's your delusion. But wait a minute to say so. For example, Leonardo da Vinci's painting of Saint Jerome depicts the face of a child who was served for human sacrifice. Its face is a face of a child full of anger and pain. I will show you a video about it a bit later after this video, but in Mona Lisa, a dog is drawn and under the dog's mouth, something strange is depicted. It looks like a spherical object on a table. A very similar thing to the spherical objects on the table is also depicted in the picture of Saint Jerome by Leonardo da Vinci. Take a closer look at the object. It's also clearly the face of a human child with eyes and mouth. I have determined that this child is also a victim of human sacrifice. So, compare these two objects, an object in Saint Jerome and an object in Mona Lisa. These two are very similar, but I have determined that these two objects are the same. So, if you connect these two objects with a line, a horrible story comes out. If the child in Saint Jerome is a child for human sacrifice, then the object in Mona Lisa is also a child for human sacrifice. In other words, it's a horrible story, just to say, but if you look at the dog depicted in Mona Lisa more carefully, it means that the dog is eating the head of a human child. I repeat, in other words, it's a scary and horrible story, just to say, but the dog depicted in Mona Lisa is eating the head of a human child. To the last, it is a story on the assumption that the object drawn in Saint Jerome and the object drawn in Mona Lisa are the same, but to me, I just can't say it's not. When I overlay the other secret messages hidden in these two pictures on it, my conclusion is inevitably such a conclusion. The dog is eating a boy, a human boy, in the painting of Mona Lisa. もし私がここでモナリザの絵の中には人間の子供を食べる犬が描かれていると言ったら、あなたは間違いなくこう言うだろうと思います。そんな馬鹿げた話があるか、それはあなたの妄想だと。がそう言うのは少し待ってください。例えばダヴィンチの描いたセント・ジェロームの絵の中には人身空義のために犠牲になった子供の顔が描かれています。その顔は怒りと苦痛に満ちた子供の顔です。それについての動画はこの動画の後につなげておきますが、モナリザの絵の中にも一匹の犬が描かれ、その犬の口の下には何か奇妙な物体が描かれています。それは台に乗った球形の物体です。その台に乗った球形の物体と大変よく似たものがセント・ジェロームの絵の中にも描かれています。その物体をよく見てください。それも明らかに人間の子供の顔です。私はこの子供もやはり人身釘の犠牲になった子供であると判断しています。で、これら2つの物体を比較してみてください。セント・ジェロームの絵の中の物体とモナリザの絵の中の物体です。これら2つは大変よく似ていますが、私は
これら2つの物体は同じと判断しました。そこでこれら2つの物体を線でつなげるとこうなります。セント・ジェロームの中の子供が人心国のための子供であるとするなら、モナリザの中のその物体も人心国のための子供であるということになります。つまり口にするだけでも恐ろしい話ですが、さらに注意深くモナリザの中に書かれている犬を見ると、その犬は人間の子供の頭を食べているということになります。繰り返します。つまり口にするだけでも恐ろしい話ですが、モナリザの中に書かれている犬は人間の子供の頭を食べているということになります。あくまでももしセント・ジェロームの中に書かれている物体とモナリザの中に書かれている物体が同じであるとするならという仮定の上での話ですが、私にはそうでないということがどうしてもできません。これら2枚の絵の中に隠されていた他の秘密の伝言をその上に重ね合わせて考えてみると、私の結論はどうしてもそういう結論になってしまいます。モナリザの絵の中の犬は人間の子供を食べていると。広志林、浜松 City Japan。もう一度画面を見ながら最初から説明します。今ご覧いただいているのはですね、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるセント・ジェロームの絵と、その絵の中に描かれていた子供の顔ということになります。この500年間この顔に気がついた人は誰もいませんでした。このセント・ジェロームなる人物の胸のところですね、そこにはこのような顔が描かれていました。恐れと苦しみですね、苦痛にあふれた子供の顔ということになります。子供の両目の瞳も正確に描かれています。で、これは何かということですけども、つまりは人心苦悩のためにですね、犠牲になった子供の顔ということになるわけです。で、モナリザの話に戻りますけども、モナリザの絵をですね、2枚つなげてみると、中央のところに犬が現れてきます。目が描かれています、この部分ですね。で、左右をつなげてみるとですね、色を落としてみるとそれがよくわかるわけですけども、絵がですね、連続的につながっているのがわかります。ということはですね、私が中央やや下にあるその物体を犬と判断したところですけども、その犬も連続的につながっているということになるわけです。そしてその犬はですね、口のところに奇妙なものを、まあ、噛んでいると言いますか、持っているということになります。で、今その犬の部分を拡大してみますけども、目もきちんと描かれていますから注意してください。向かって左側ですね、鋭い目です。そして犬の口の下にはですね、丸いものが描かれています。で、私はこれは犬と判断したわけです。それはこのモナリザの絵の中にはですね、他に蛇とサソリが描かれています。それについては別の動画で説明しましたが、要するに火星の神ネルガルの三点ペットということになるわけです。で、この丸いものは何かということですね。で、明度を上げて、まあ、拡大して上げてみるとですね、立体的な形が浮かんできます。で、これは何かということなんですけども、上が球形で下が方形になっているのがわかります。そこでこの物体をですね、拡大し明るくしてみます。そして線をたどって右の方にですね、その形を描いてみました。色をつけてみました。するとこういう形であることがわかります。つまり球形の物体のがですね、箱のようなものの中にある置いてあるということになるわけですよね。で、これと同じものをですね、まあ、大変よく似たものをですね、レオナルド・ダ・ヴィンチはセント・ジェロームの絵の中に描いています。このセント・ジェロームの絵の
左下ですね、赤枠で囲っていました。この部分の、まあ、絵とですね、大変よく似ているということです。上半分が球形で下が台のようになっています。でこの上の半分は何かということですけども、横縮めをしてみます。するとここに、まあ、中央にですね、子供の顔がまたまた浮かんできます。ここが一つのポイントになりますから、皆さん注意深くご覧ください。上の球形の部分がですね、これも隠し騙し絵の手法で描かれているということになるわけですけども、やはり子供の顔が描かれています。つまりこの丸い物体は子供の顔ということになります。で左下の先ほど紹介しましたセントジェロームの胸の中に描かれている子供と比較してみてください。やはりここにも子供の顔が描かれています。恐ろしげな顔をした子供ということになります。でこうしてこのセントジェロームの絵の中にはですね、2人の子供が描かれているということになります。で右の子供に注意していただきたいんですけども、この右の子供の、まあ、形とですね、左上のですねモナリザの絵の中に描かれている形が大変よく似ているのが分かります。色、風合い、描き方が全く同じだということです。ただ左上のですねモナリザの方には目ははっきりしていませんが、しかし大変よく似ているということですね。となるとですね、この犬はですね、この、まあ、これをこれは同じと判断するならばですよ、この犬はですね、その子供のを食べている様子ということになるわけです。つまりですね、モナリザの絵の中には犬が描かれ、その犬は子供を食べているのではないか、またそのように考えることは今までの流れからしてですね、当然あり得る絵ということになるのではないでしょうか。Thank you.
Retro modern art, my friend in Italy, writes to me that if someone puts on a mask, then we know automatically that the face is hidden under the mask. If someone has plastic surgery, we may not know that his or her real face is hidden like a mask unless we knew them already. It's just like the mysteries you encountered here. Certainly, it is being concealed or masked from view. May you continue being curious like Einstein, so that we all may benefit from its fruit. Curiosity is meat and potatoes for intelligence. Imagination is a recipe for making it. Thank you very much. イタリアの友人のレトロモダンアートさんからこんなコメントが届いています。プラスチックのお面をかぶれば誰だってそれがお面だとわかりますよね。でも整形でできた顔はその人をそれ以前から知っている人を除いてそれがわかりませんよね。あなたが出会っている謎はそういうものですよ。それは隠され整形された顔の下にあって見えないものです。どうかアインシュタインのように好奇心を大切にしてください。私たちはそれから恩恵を受けることができます。好奇心は知性のための肉でありジャガイモなのですよね。そしてね、空想力はそれを料理するためのレシピなんです。ありがとう。広志林、浜松シティ、ジャパン。Hello, my friends. It is a painting of Saint Jerome, which has been said to be an unfinished masterpiece by Leonardo da Vinci. Wikipedia English writes that the painting depicts Saint Jerome during his retreat to the Syrian desert, where he lived the life of a hermit. The saint kneels in a rocky landscape, gazing toward a crucifix which can be discerned faintly sketched in at the extreme right of the painting. In Jerome's right hand, he holds a rock with which he is traditionally shown beating his chest in penance. At his feet is a lion, which became a loyal companion after he extracted a thorn from his paw. The lion, the stone, and a cardinal hat are the traditional attributes of the saint. I, Hiroshi Hayashi, just wonder what is written here, all correct or true. My translation is a quite different one from this traditional viewpoint. ダヴィンチが描いたとされる聖ジェロームの絵です。懺悔の石、助けたライオン、それに枢機卿の帽子が描かれているため、聖ジェロームの絵と判断されています。そしてこの絵はその一方で、ダヴィンチの未完の大作と呼ばれています。が、本当にそうでしょうか。広志林、浜松シティ、ジャパン。レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる絵画は絵画ではありません。1500年後のルネッサンスの時代に現れたイエス・キリストから私たちのような未来の人間に対するメッセージですというのが私、林浩司の基本的な考え方です。で、今日またセント・ジェロームの絵と東方の三博士の絵について検証を加えたいと思います。で、左がセント・ジェロームです。
そして右が東方の三博士と呼ばれている絵です。これらの絵はいわゆるホログラムで投影された風景、様子をですね、描いたものということになりますが、まず私が気になったのはその下のですね、地面の部分です。上と下を比較してみてください。全く同じです。つまりホログラムのキャンバスが同じということになります。その上にホログラム、つまり立体映像が映し出されているということになります。そのことは順にこの動画の中で説明していきますが、この絵は本当に聖ジェロームの絵なんでしょうか、そして下は本当に東方三博士の絵なのでしょうか。この絵の中にもいくつかの隠し絵、騙し絵が仕込んであります。その一例を皆さんにご覧いただきます。まず左のセントジェロームの絵ですけども、後ろに岩が見えます。この岩とセントジェロームの胸に描かれている、まあ、岩のような模様がですね、一致します。ですからこの黄色い部分を後ろに貼り付けてみますと、それはコーカサス地方だけでも3000個も残っている穴あきドルメンの形と一致します。注意深くご覧ください。そして穴あきドルメンイコール、つまりは子供を閉じ込めておくための餌としての子供を閉じ込めておくための、まあ、岩屋と私はそのように判断しています。でこのセントジェロームの絵の中にも騙し絵、隠し絵が仕込んであります。先ほど切り抜いた部分をよく見てください。目がしっかりと2つ描かれています。口も描かれています。苦痛と恐怖におののいている子供の顔ということになります。つまり穴あきドルメンイコール、つまりは人間の子供を閉じ込めておくための折節へとつながっていきます。となると右の絵もですね、普通の絵ではないと考えます。この腕の部分に注意してください。イエスと呼ばれている子供の腕に3本の指らしきものが描かれています。この手法はイエスの洗礼の中でも使われています。つまりここに描かれているのはその後ろのマリアの手ということになります。左下にも黄色い手が見えますが、これはダミーです。同じ手法が受胎告知の絵の中にも使われています。ともかくもここではこの白い部分の手に注意してください。つまりこのマリアは魔女であることを示しています。この白い部分ですね。で同じ手法を受胎告知の中でダヴィンチは使っています。マリアの足元を見てください。フクロウのような置物の下に3本指の魔女の足の指が描かれています。3本指です。つまりこのような形で、まあ、騙し絵、隠し絵という形でマリアは魔女であることを示しているということになります。で同じ手法でこのイエスの腕にもそれが描かれていると私林博士は判断しました。はっきりしませんが、そのように考えるとですね、つまり一連の流れがこれで説明できるということになります。左は苦痛に歪んだ子供ということになりますと、右の子供もそういう子供ということになりますが、よくよく見ますとやはりおかしな点がいくつかあります。頭にも奇妙な点があります。で一般には未完の大作などと呼ばれていますけども、神が1500年後のイエスがルネサンスの時代に現れて未完の大作など残すはずがないのです。神は未完の大作など残しません。続く動画の中でこれらの絵が、つまりはルネサンスの時代に使われたホログラムであることを説明します。その前に一つ補足しておきます。ルカ・シュニュレッリはこんな絵も描いています。左はこれはミケランジェロの描いた絵ですけども、まあ、中央の女性らしき人物がですね、赤子を受け取っている、あるいはというような絵なんですけども、ルカ・シュニュレッリの絵を見てください。同じようなポーズで左に描かれています。衣服の色が一致しています。そしてですね、その人物の下にですね、
子供の骸骨がずらりと一列に横に並んでいます。大きさから考えて私は子供の頭蓋骨と判断しました。がさらにですね、ルカ・シノレリはこんな絵も描いています。そこには子供の生首が転がっています。まあ、こうした事実からですね、つまりこの時期この神はですね、これらの神はですね、人間の子供を餌として食べていたということになるのではないでしょうか。中央右ですよね、黄枠で囲んだのが私林浩司は子供の頭蓋骨を描いたものだと判断しました。そしてその下ですね、首だけの子供が転がっています。You see two paintings of hologram in this video. One is titled Adoration of the Magi and another one is Saint Jerome painted by Leonardo da Vinci. Believe it or not, this is a message from Jesus after 1500 years in the Renaissance saying that someday you will know this fact.And then you would know what I was. 2枚の絵画を紹介します。1枚は東方の三博士の礼拝、もう1枚は聖ジェロームです。ダヴィンチの作品と言われています。これらの絵はホログラムの様子を描いたものです。そしてそれが1500年後のイエスから私たちへのメッセージということになります。いつの日か君たちはこの事実を知るところとなるだろう。そしてその時君たちは私が何であったかを知るだろうと。広志林浜松セリージャパン。これが聖ジェロームです。でこの絵はどこかおかしい、どこか変なんですね。胸からお腹の部分です。ここにこんな奇妙なものが描かれています。これは何かということなんですね。拡大してみます。丸いものがここにあります。でその周囲を見るとですね、どこか目のようなものも描かれているようです。これは顔なのでしょうか。が今までの流れの中でですね、ダヴィンチがこのようなものを描いた例は他にありません。となると他のものということになります。で私はこの丸い部分に注目してみました。見覚えがあります。でこの丸い部分は何かですけども、アンドレア・デル・ペロッキオとダヴィンチの画作と言われているイエスの洗礼の絵の中に似たものが描かれています。下の部分です。そうです、アナーキ・ドルメンです。餌となった子供たちを閉じ込めておくための言うなれば檻のようなものです。そのアナーキドルメンがこのように描かれていました。となるとどうしてこのセントジェロームの腹の上にアナーキドルメンが描かれているかということになります。でもう一度東方の三博士の礼拝の絵を見ていただきたいと思うんですけども、この絵はホログラムであることは証明しました。でここに2本の奇妙なラインがあります。先ほど皆さんにご覧いただいた通りです。でこれは私はホログラム特有のラインではないかと考えました。左は映画スターウォーズに出てくるホログラムです。で右が東方の三博士の礼拝の絵の中に描かれているマリアとそして子供です。大変よく似ている。コンセプトが
同じということに皆さんもお気づきになると思います。神は未完の対策など残さないですね。ですからこの絵にはこの絵の謎、秘密、そして1500年後のイエスからのメッセージが隠されているということになります。そして同じコンセプトで描かれたのが右の聖ジェロームの絵ということになります。そこでこの黄色い矢印に注意してください。このラインが一致しています。そして横のラインも一致しています。つまり岩のラインと一致しているということですね。そのラインがセントジェロームの腹、胸のラインと一致していきます。つまりこの胸から腹にかけてのこの部分はその向こうの岩の様子が透けて見えるということになります。岩の向こうの向こうに言ってますかね、体の向こうの様子が透けて見えるということになります。セントジェロームの体を通してですね、セントジェロームの向こうにある岩の様子が透けて表に出ているということです。左の絵に注意してください。胸から腹にかけて向こうの絵を透けた状態にしました。これと同じことがセントジェロームの絵の中に残った、あるいは表現されているということになります。まあホログラム特有の、要するに画像の乱れということになるのではないでしょうか。その向こうの岩の様子が透けて、そしてそれがセントジェロームの胸から腹に表現されているということです。すなわちこれがホログラムであるという一つの証拠になりますが、それだけではありません。まあ、このように本来はその向こうの様子が見えるのですが、その前にホログラムを投影したということになります。これで向こうの岩の様子とお腹の様子が一致している理由がわかります。そして色がやや明るいのはホログラムの光が入り込んでいるということになります。もう一度確認してください。そのホログラムの向こうにある景色がホログラムで映された、投影された人物の体をですね、抜けてと言いますか、まあ、そして表に出てきているということになるわけです。透けて向こうの人物の向こうの様子が見えるということになります。このラインに注意してください。つまりセントジェロームの絵もホログラムの様子を描いたものだということになります。左の絵がホログラムですから、右の絵もホログラムということになります。が、これだけでは皆さん満足なさらないと思います。周りの様子を見ていただきたいと思います。この矢印のところに注意してください。同じように地下に入り込んだような状態でその人物、つまりマリアとセントジェロームが表現されているということですね。今線で結んでみました。そして足元に注意してください。拡大してみます。全く同じです。何かしら画面の乱れと言いますか、もやもやと言いますか、水面のように表現されています。まあ、これまだ人間が持っていない技術なのかもしれません。ホログラム特有の画像の揺らぎと判断できます。ともかくも左右の様子が全く同じであるということに注意してください。足の表現の仕方も同じです。つまり未完の対策ではなくて、これ自体が完成された作品であるということになります。つまりこのような形で1500年後のイエスはルネッサンスの時代に現れて、未来の私たちのような人間にメッセージを残したということになります。いつの日か君たちはこの技術を手にするだろう。
そしてその時、君たち人間は私が何であったかを知るだろうとです。A Stupid Reservation by the Uffizi Gallery, Florence. A Telegram by Leonardo. As to the reservation, Florence News website writes as follows. The unfinished Leonardo's Adoration of the Maggie has emerged from a six-year reservation cleaner and brighter. It was unveiled at the Florence Uffizi Gallery by the museum director Eric Schmidt on Monday, March 27th, 2017. The restoration was carried out by a team at the Ufficio delle Pietre Dure, a research and conservation institute of the Italian Culture Ministry, directed by Marco Ciatti. Thus, the message of Jesus Christ after 1500 years in the Renaissance through Leonardo da Vinci, a puppet artist, has been deleted under the name of Restoration by a stupid group of so-calledresearchers. It also writes as follows. The unfinished
unfinished Leonardo da Vinci masterpiece, Adoration of the Maggie, has emerged from a six-year restoration cleaner and brighter. No, no, no! God never leave things unfinished. Never!2017年3月27日、ダ・ヴィンチの書いた東方三博士の礼拝が6年をかけた修復作業の結果、修復されてしまいました。修復したのはマルコ・チアッティが指揮するイタリアの文化省の研究と保存研究所です。こうしてまたダ・ヴィンチの書いた絵に仕込まれた1500年後のイエスから私たちへの伝言が修復の名のもと消されてしまいました。愚かな、愚かな、どこまでも愚かな修復です。記事にはこうあります。ダ・ヴィンチの未完の大作、東方三博士の礼拝が6年をかけた修復作業の結果、よりクリアに明るくなりました、と。No, no, no! 神が未完の対策など残しません。繰り返します。神が未完の対策など残しません。広林浜松シティジャパン。まず皆さんにレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる東方三博士の礼拝という絵をご覧いただきます。これがその絵なんですけども、ではこれらの人々はどこにいるかということですね。で、今白枠で囲った部分にそのヒントがありました。皆さんをその場所へ案内しますが、私林博士が発見する前にすでにそのことを論文にして発表していた人がいました。それはイタリア・ローマのチルコ・マッシモという高台です。ローマのコロッセオの隣とお考えください。そこにこのチルコ・マッシモがあります。で、この部分ですね、この部分に注意してください。チルコ・マッシモです。このチルコ・マッシモ、つまり廃墟、もっと言えばローマ時代の廃墟ということになりますが、そのチルコ・マッシモの様子とダ・ヴィンチなる画家が描いたという東方三博士の礼拝の中に描かれている廃墟の様子が大変よく似ているということですが、ここで矛盾が生じてきます。マリアと赤子イエスの描かれたその背景はローマ時代の廃墟ということになるからです。エルサレム周辺にはこのような建物はありません。なおかつローマ時代はイエスが生まれた時にはまだ廃墟になっているはずもないのです。となるとこの絵はいつどのようにして描かれたというのでしょうか。もう一度この絵を見てください。この白枠で囲んだ部分はイタリア・ローマの、チルコ・マッシモということになります。下がその写真ですけども、似ている写真を集めてみました。確かにチルコ・マッシモです。となるとレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家、つまり1500年後のイエスは東方三博士の礼拝の絵の背景にこのようなローマ時代の廃墟を描いたというのでしょうか。高台にあってその上には木が生えている点にも注意してください。矛盾がありません。これがその論文です。東方三博士の礼拝の背景に描かれているのはローマのチルコ・マッシモだというのです。となるとこの絵をどのように理解したらよいのでしょうか。その絵の中にはマリアと子供、つまりイエスが描かれています。そしてその背景にはローマ時代の廃墟の様子が描かれています。
結論を先に言います。これはホログラムによってマリアとイエスが現れた様子を描いたものです。もちろん1500年後のルネサンスの時代にです。そのことは続く動画の中で証明しますが、このような形でここに描かれているのがホログラムであるという証拠の、あるいは傍証の一つとなりました。そして修復前にあった2本のラインが修復後には消えています。これこそまさに愚かな愚かな修復作業ということになります。つまり2本のラインがホログラムであった証拠ということになります。そのラインが消されています。続く動画を先に見てください。結論はその動画の後にもう一度話します。 Bye for now。Imagination is more important than knowledge, for knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world and all there ever will be to know and understand, as Albert Einstein wrote, and here it is my pleasure to show youMy imagination. That is to say that you see here in this video, most likely a phonograph in the Renaissance era. In the painting of Madonna and her Holy Son painted by Leonardo da Vinci, Madonna painted by him has only an outline with white blank only. Why?Because I just imagine it is a kind of a phonograph, now we call so. Here is my reason why I think so, and my answer, which is, at this moment, just my imagination. あくまでも今の段階ではイマジネーションですが、皆さんにルネサンス時代のホログラフを紹介します。ダ・ヴィンチが描いたとされるイエス誕生の絵ですが、その絵の中ではマリアは白抜きの像として描かれています。なぜ白抜きなのか。私はこれをルネサンス時代のホログラフではないかと思っています。ただそう思っているだけです。が、そう思うには思うだけの理由があります。その理由をこの動画の中で皆さんに説明します。広し林、浜松シティ、ジャパン。According to the website of Takao Trick Art Museum in Tokyo, it writes that trick art as follows.The history of trick art is old and dates back to about 2,000 years ago. It had become an established art form by the time of the Renaissance era. The theme of the concept at the Takao Trick Art Museum is essentially the same as the illusionism of that era, namely creating the optical illusion that depicted objectreally exist instead of being just two-dimensional paintings. Here is another example of a trick art painted by Leonardo da Vinci, a puppet artist of Jesus Christ after 1500 years. Jesus Christ after 1500 years hid his own agenda behind this masterpiece. 見方によっては全く別のものに見える。それがトリックアートです。例えばこの絵を見てください。見方によってはアヒルにも見えます。が、見方によってはウサギにも見えます。これがトリックアートです。そしてこの絵は
1500年後のイエスが描いた絵ということになりますが、この絵の黒い部分を見てください。見方によっては岩のようにも見えます。しかし、見方によっては穴のようにも見えます。これがトリックアートですね。で、1500年後のイエスは、このトリックアートを使って、自らのアジェンダを人間に伝えようとしました。広林、浜松シティ、ジャパン。ここに大変奇妙な一枚の絵があります。一応、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる絵です。イエス誕生の時の絵ですね。三人の賢者がやってきて、イエスの誕生を祝福しています。が、よく見ると、奇妙な点がいくつか浮かび上がってきます。このマリアの周りにですね、横線が入ってますね。これは何の線なんでしょうか。まあ、汚れとも見えなくはないんですけども、こうして、明度を上げたり下げたりしてみますと、渦のようなものが描かれ、その下には草のようなものも描かれています。そして、足元には一人の老人が、まあ、います。この老人に注意してみてください。どうも様子がおかしいですね。何かしらこの老人は傷ついているように見えます。そうなんですね。私はこれを血と判断しました。ブラッドと判断しました。そしてこの老人の顔からも血が流れているのがわかります。肩のところにもその血が表現されています。汚れではないようですね。そして色も、まあ、全体に暗いんですけども赤い色をしています。この手もですね、何かしら輪郭がはっきりしませんね。私はこれを血と判断しました。ブラッドと判断しました。聖安と聖母子の絵の手法です。つまりこのような形で、レオナルド・ナルガタはですね、まあ、血を描いたということになります。が、なぜこんなところに血を描いたかということになりますね。謎が謎を呼びます。検証を続けてみます。で、この絵の主題は、やはり、聖母、マリアということになります。で、このマリアの周辺を検証してみます。で、このマリアなんですけども、何かしらこう、未完成のままという感じがしないでもありません。周囲の人物と比べても、まあ、白が多いってことですね。しかしこれは、未完成ではありませんね。このイエスの頭もおかしいですね。それから皮膚ですけども、例によって例のごとく、皮膚がめくれている様が表現されています。まあ人間ではなかったということを、このような形で1500年後のイエスが、まあ表現したということになります。が、それは今日のテーマではありません。まあ、このマリアの周辺にも、大変奇妙な部分がいくつかあるということです。最初に気がついたのは、2本の縦線です。わかりますかね？今、印をつけていますが、この黄色い矢印で示したところの縦の線に注意してください。ここで絵の雰囲気、風合いが変わってますね。そして同じように右にもそれが表現されています。で、今、黄色い線をつけてみました。で、この外側と線の内側とでは、色の風合いが違います。まあ、外側の方は、跳ねたようにも見えますが、しかし、よく見ると、きちんと線が描かれているのがわかります。決して汚れてできた線ではないということですね。つまり、意図的にこのように、まあ、描かれたということになります。なぜこんなところに、レオナルド・ナルガタはですね、日本の線を描いて、そして、外側の風合いを変えたかということになります。謎がまた続きます。皆さん自身でしっかりと見てください。縦に2本線が走っているのがわかります。一体これらの人々はどこにいるというのでしょうか。で、ここからがトリックアートということになります。この絵のですね、右側、中央を見てください。ここですね。で、一見すると、岩を背景に人々が
まあ、描かれているというように見えますが、これは岩ではなくて穴なんですね。上が地上で、下が、まあ、穴の中ということになります。アンダーグラウンドということになります。これが隠し絵なんですね。で、その穴の上にはですね、まあ、さざ波が表現されているということになります。注目深くご覧ください。ちょっと見にくいかもしれませんけども、これは岩窟の聖母の手法と同じ手法です。いわゆる、さざ波が書いてあるわけです。いわゆる、まあ、キャンパスの、まあ、よれではないということですね。あ、それ、もしよれであるならば全体にそれがあるはずです。この黒い部分の下の部分に、そのさざ波らしきものが書かれているということになります。つまり、上半分が地上の世界、そして下半分が地下の世界ということになります。by 林宏説です。つまり、これがトリックアートなんですね。一見すると、まあ、この人たちはすべて地上にいるように見えますが、実はそうではなくて、この白い線から下は地下の世界ということになります。で、トリックアートの話に戻りますが、一見すると、これは、アヒルのようにも見えます。くちばしがありますね。しかし、見方を変えると、ウサギのようにも見えます。で、同じように、レオナルドなる画家が描いた絵もですね、一見すると、岩を背に、人の女性がもたれかかっているように見えますが、同時に、この女性は穴の中にいるようにも見えます。で、レオナルドなる画家がですね、描きたかったのはむしろ、下であった、つまり穴であったということになります。なぜこの絵を描いたかですね。で、もう一度この絵に戻ってみます。この部分ですね。で、穴の中にいる。そして黄色い線から上が地上の世界。そして白い線で地上部分と地下部分が分かれる。ですから、上の絵と下の絵はですね、全く感じが違いますね。つまりこのような形で、レオナルド・ナルカか、つまり1500年後のイエスは、まあ、これらの人々が地下に住んでいた。あるいは地下に住む人々であったことを示しています。いかがでしょうか。これが私はトリックアートだと思います。だから上の絵と下の絵は全く感じが違います。大変こうアンバランスと言いますかね。釣り合わないと言いますか。連続性のない絵ということになりますが、しかし、地上、地下に分けて考えますと、その謎も解けるということです。しかし、そこは大変恐ろしい世界でした。まあ、この人を見るまでもありませんが、私はこれは地と判断しました。聖安と聖母子の絵の中に表現されている地と同じです。つまり隠し絵ということになるわけですね。汚れではないですね。そして、明度を上げてみますと、赤い血の色が浮かび上がってきます。そしてこの人の顔も、まあ、血で、まあ汚れていると言いますか、血を流しています。ですから、まあこのような形でですね、1500年後のイエスは、マドンナ、ユダヤ聖家族ですね、と、それからまあこの絵の中には3人の賢者が描かれていますけれども、これらの人たちは、まあ、そういった種類の人たちであるということを、示しているということになります。それがまた、1500年後のイエスのアジェンダということになります。で、最後に、もう一つ。あの縦線、2本は何かということですね。私は、それは、地上から、まあ、注いでくる、光の柱だと、まあ、一応判断しています。地上から、注いできた光がですね、地下の世界で、このような、柱を作っているとです。いかがでしょうか。で、私のイマジネーションです。あくまでも私のイマジネーションです。これはレオナルド・ナル画家が描いたとされるイエス誕生の絵ですけども、どこかおかしいですね。中央のマリアだけが輪郭線だけで描かれています。つまり、白抜きであるということです。で、これは映画、スター・ウォーズの中に出てくるフォノグラフです。光を集めてこのような像を作り上げます。フォノグラフですね。で、そのフォノグラフではないかと私は考えています。そう考えると、また辻褄が合うわけですね。
まあ、このように光を集めて巨像を作るというわけです。その巨像がレオナルドなる画家が描いたとされるイエスの誕生の絵の中に表現されているということになります。今の私にはそうであるという力が、フォースが大変強いです。そうでないという力が、つまりフォースが大変弱いです。まあ、あとは皆さんの判断ということになりますが、ひょっとしたらひょっとしてということになります。つまり、イエスの誕生の中に描かれたマリアは、フォノグラフで表現されたマリアである。ということになる。かもしれない。という話です。いかがでしょうか。1500年後のイエスの表現したフォノグラフによるマリアということになります。Bye for now. え、結論ということになります。冒頭でお見せした部分をもう一度ご覧ください。え、これが東方三博士の礼拝。英語の方でははっきりとマギとなっています。それはともかくもこれがその絵です。そしてこの絵、これは修復前の方ですけども、縦線が2本走っているのがわかります。そしてその背景にはローマの廃墟のチルコマッシモが描かれています。矛盾しています。ダヴィンチなる画家がですね、マリアとその赤子イエスを描きながら、その背景にローマ時代のローマの廃墟を描いたということになります。これがそのチルコマッシモの様子です。そして、まあ、先の学者の先生が言っておられるように、東方三博士の礼拝の背景に描かれているのはこのチルコマッシモだというのです。どう考えたらよいかということですね。それに対して、もっともらしく説明はなされています。その学者の意見によればですね、イエスが生まれた時に、やがてローマは滅ぶだろうということで、わざわざ廃墟のローマを、まあ、描いたというわけです。が、そんなことはするでしょうか。つまりそれこそが、学者一流のこじつけということになるのではないでしょうか。まあ、それはともかくも、今比較していただいていますけども、全く同じ場所というのは私が調べた範囲では見つかりませんでした。がしかし大変よく似ているということですね。そして見方によってはですね、上の絵を見てください。屋根の上に木が生えているように見えます。そうなんです。チルコマッシモも全体として上が高台になっています。そしてその上には木が生えています。これが修復前の、東方三博士の礼拝ですけども、線が走っているのがわかります。この線は何かということですけども、このマリアを取り囲む人たちの顔、表情を見てください。喜んでいるようでも感激しているようでもありません。みんな驚いた顔をしています。そうです。ホログラムを見せつけられた人々がみんな驚いているのです。またそう解釈すると、この絵の様子もよくわかります。つまりこのような形で1500年後のイエス・キリストはレオナルド・ダ・ヴィンチなる、まあ、操り人形芸術家を通してこの絵を私たちに残したということになります。がこの絵もまた修復されています。左が修復前の絵です。そして右が修復後の絵です。明るく見やすくなったとはいえ肝心のラインが消されています。そしてあろうことか未完の unfinished 未完のマスターピース大作として修復されています。神が未完の大作など残すはずはないのです。つまりこの絵はマリアと赤子イエスを見せるホログラムということになります。1500年後のルネサンスの時代にイエス・キリストが民に見せたホログラムということになります。
では冒頭でお見せしました聖ジェロームの絵に戻ります。これが聖ジェロームです。でこの絵はどこかおかしい、どこか変なんですね。胸からお腹の部分です。ここにこんな奇妙なものが描かれています。これは何かということなんですね。拡大してみます。丸いものがここにあります。でその周囲を見るとですね、どこか目のようなものも描かれているようです。これは顔なのでしょうか。が今までの流れの中でですね、ダ・ヴィンチがこのようなものを描いた例は他にありません。となると他のものということになります。で私はこの丸い部分に注目してみました。見覚えがあります。でこの丸い部分は何かですけども、アンドレア・デル・ペロッキョとダ・ヴィンチの合作と言われているイエスの洗礼の絵の中に似たものが描かれています。下の部分です。そうです、穴あきドルメンです。餌となった子供たちを閉じ込めておくための言うなれば檻のようなものです。その穴あきドルメンがこのように描かれていました。となるとどうしてこのセントジェロームの腹の上に穴あきドルメンが描かれているかということになります。でもう一度東方の三博士の礼拝の絵を見ていただきたいと思うんですけども、この絵はホログラムであることは証明しました。でここに日本の奇妙なラインがあります。先ほど皆さんにご覧いただいた通りです。でこれは私はホログラム特有のラインではないかと考えました。左は映画スターウォーズに出てくるホログラムです。で右が東方の三博士の礼拝の絵の中に描かれているマリアとそして子供です。大変よく似ている、コンセプトが同じということに皆さんもお気づきになると思います。神は未完の対策など残さないですね。ですからこの絵にはこの絵の謎、秘密、そして1500年後のイエスからのメッセージが隠されているということになります。そして同じコンセプトで描かれたのが右の聖ジェロームの絵ということになります。そこでこの黄色い矢印に注意してください。このラインが一致しています。そして横のラインも一致しています。つまり岩のラインと一致しているということですね。そのラインがセントジェロームの腹、胸のラインと一致していきます。つまりこの胸から腹にかけてのこの部分はその向こうの岩の様子が透けて見えるということになります。岩の向こうの向こうに言ってますかね、体の向こうの様子が透けて見えるということになります。セントジェロームの体を通してですね、セントジェロームの向こうにある岩の様子が透けて表に出ているということです。左の絵に注意してください。胸から腹にかけて向こうの絵を透けた状態にしました。これと同じことがセントジェロームの絵の中に残った、あるいは表現されているということになります。まあホログラム特有の、要するに画像の乱れということになるのではないでしょうか。その向こうの岩の様子が透けて、そしてそれがセントジェロームの群れから腹に表現されているということです。すなわちこれがホログラムであるという一つの証拠になりますが、それだけではありません。まあ、このように本来はその向こうの様子が見えるのですが、その前にホログラムを
投影したということになります。これで向こうの岩の様子とお腹の様子が一致している理由がわかります。そして色がやや明るいのはホログラムの光が入り込んでいるということになります。もう一度確認してください。そのホログラムの向こうにある景色がホログラムで映された投影された人物の体をですね抜けてと言いますか、まあ、そして表に出てきているということになるわけです。透けて向こうの人物の向こうの様子が見えるということになります。このラインに注意してください。つまりセント・ジェロームの絵もホログラムの様子を描いたものだということになります。左の絵がホログラムですから右の絵もホログラムということになります。がこれだけでは皆さん満足なさらないと思います。周りの様子を見ていただきたいと思います。この矢印のところに注意してください。同じように地下に入り込んだような状態でその人物、つまりマリアとセント・ジェロームが表現されているということですね。今線で結んでみました。そして足元に注意してください。拡大してみます。全く同じです。何かしら画面の乱れと言いますか、もやもやと言いますか、水面のように表現されています。まあ、これまだ人間が持っていない技術なのかもしれません。ホログラム特有の画像の揺らぎと判断できます。ともかくも左右の様子が全く同じであるということに注意してください。足の表現の仕方も同じです。つまり未完の対策ではなくて、これ自体が完成された作品であるということになります。つまりこのような形で1500年後のイエスはルネサンスの時代に現れて、未来の私たちのような人間にメッセージを残したということになります。いつの日か君たちはこの技術を手にするだろう。そしてその時、君たち人間は私が何であったかを知るだろうとです。セント・ジェロームの胸に注意してください。この赤い枠で囲った部分ですけども、一見するとドルメンのようですが、よく見るとここにやはり子供の顔が描かれているように思います。その顔は苦痛に歪み、怒りに満ち溢れ、そして口も歪んでいます。鼻は潰れ、目は恨みに満ち溢れています。この顔はダ・ヴィンチがあちこちに描いています。左はこれはシノレリの絵です。まさしく虐待を受けた子供の顔ということになります。つまりこのような形でレオナルド・ダ・ヴィンチは子供を食用とする当時の神々に対して、他の神々に対して激しい怒りを表現したものと私林浩司は判断しています。それがこの顔として表現されているのではないかということです。アナーキ・ドルメンはまさしくその子供といいますか、食用の子供たちを閉じ込めておく、つまりは檻であったということになります。トルコのアソスで見つかっている石棺からは人肉を溶かす化学物質も検出されています。つまり食用の石棺であったというわけですけども、その前の段階としてこのような檻にですね、子供を閉じ込めておいたということです。まあ、そのようにも見えるかなという、ある意味でスレスレの
部分ですけども、やはり一連の流れをですね、もう一度見直してみるとですね、ここに苦痛に歪んだ子供の顔が描かれていたとしてもおかしくはないということになるのではないでしょうか。つまりドルメンはですね、子供を閉じ込めておく、食用の子供を閉じ込めておく檻であったということになります。で、結論といいますか、後書きになりますが、左東方三博士の礼拝ですね、この絵とセントジェロームの絵の類似性から、一般に言われているようなダヴィンチの未完の大作ではないということになるのではないでしょうか。どんな美術書にもですね、未完の大作と説明されています。つまり完成されていない大作というわけです。しかし神は、1500年後のイエスは未完の大作など残すはずがないのです。今ご覧いただいているのは映画スターウォーズの中のホログラムですけども、人間もこうした技術を持つことができるようになったわけですけども、同時にこうした技術をですね、逆に考えて、そうした技術を神々が持っていたとしてもおかしくはないということになります。で、この黄色いラインから私はそれを発見したわけであります。ちょうど長方形の形で、この部分だけが、要するに様子が違うというところなんですね。つまりホログラムによる画面の揺らぎ、あるいはバグのようなものであったかもしれません。そしてこのちょうど赤い枠で囲った部分がですね、後ろの岩と一致する。そしてこれを当てはめてみると、後ろの岩はですね、まさしく穴あきドルメンということになるわけです。やや位置がずれていますけども、繰り返しになりますが、左の方で私がそれを再現してみました。このような人物を置いて、ホログラムを映したとします。その時背景の一部がですね、表の方に映り込んでしまったというわけです。こうしてこのホログラム説がですね、補強されたということになります。東方三博士の礼拝の絵がホログラムである、その証拠にというわけではありませんけれども、東方三博士の礼拝のマリアの周辺の人たちは、赤子イエスが生まれたことを喜んでいるというよりは、皆驚きおののいています。なんだこれは、なんだというような表情で、皆そのイエスとそのマリアの様子を見ています。つまりマリアとイエスの誕生を祝っている絵ではなくて、そこに現れたホログラムに驚いている絵ということになります。繰り返しになりますが、その上に描かれているのはローマ時代の廃墟です。マリアがイエスを設けたとしてもですね、その時代にまだローマのあの帝国が廃墟になっているはずがないのです。つまりここに描かれているのはホログラムであるということになります。ただ画像の揺らぎということにもなりますが、ちょうどセントジェロームの胸のあたりにある丸い穴がですね、やや左下にずれて、上のですね、穴あきドルメンから映り込んでいるというふうにも考えられます。その穴をですね、ちょうど逆に斜め右上の方にずらしてみると、それはまさしく穴あきドルメン、人間の子供、食用の子供を閉じ込めておく穴あきドルメンということになるわけです。このような形で1500年後のイエスは、当時の世相といいますか、当時の風習、神々の他の神々の風習というものに対して激しい憤りを覚えていたというふうに私は解釈しています。そしてその憤りをですね、
このような形で聖ジェロームの絵の中に表現したというふうに私は考えています。まあ、結論として言えることはですね、つまりは今から500年前ルネサンスの時代にすでにこのようなホログラム立体的な映像を人々の前に映すというホログラムがあったということになります。つまりこの絵そのものがですね、1500年後のイエスから未来の私たちのようなですね、人間に対するメッセージということになります。いつか君たちはこの事実に気がつくだろう。つまりこれがホログラムによって作られた映像であるということに気がつく時が来るだろうと。その時君たち人間は私が何であったかを知るだろうということです。そして同時に君たち人間が何であって、そして君たち人間がどこから来て、そして君たち人間が私たち神々の息子であり娘であるということを知ることになるだろうとです。それが1500年後のイエスから私たちへのメッセージということになります。結論ということになります。右はセント・ジェロームの絵の中に描かれた子供です。そして左上はモナリザの絵の中に描かれた子供ということになります。左の子供はですね、骸骨になっているのではないでしょうか。眼下の途中からですね、下の台の中に入り込んでますから顔がしっかり分かりませんが、骸骨ということになるのではないでしょうか。つまり右の子供は人身釘で犠牲になった子供、左の子供は人身釘で犠牲になった子供の骸骨ということになります。つまり共に人身釘を表現した絵画ということになります。この2つの絵がですね、その証拠ということになります。
Thank you.